を送るために様々なものを発明し、同時に多くの過ちを犯してきました。ほんのわずかなミスが大きな事故を招いたことも数多くあります。今回は20世紀以降に起きた人的ミスによる大事故をご紹介します。飛行船 R101 号事故。イギリスの飛行船 R101 号は1930年10月4日午後6時過ぎに処女飛行に出発しました。ロンドン郊外のカーディントン飛行場から当時イギリス領インドだったカラチに向かう予定でした。5日未明、フランス上空を飛行中の R101 は突風によって外皮が引き裂かれ、むき出しになったガス袋が破裂しました。飛行船は失速し、時速わずか20キロでパリの北ボーベ近くの丘に墜落、爆発しました。乗客乗員54人のうち46人が死亡し、救出された人のうち2人も後に病院で亡くなりました。事故原因は数ヶ月経っても特定されませんでした。しかしテスト飛行の間に多くの問題点が指摘されていたにもかかわらず、空軍省によって開発を急がされ、改造などの対応が十分でなかったと言われています。メキシコ湾原油流出事故。2010年4月20日夜、メキシコ湾の石油掘削施設ディープウォーターホライズンで減圧テストが行われた際、技術者が判断ミスを犯し、油田から天然ガスが逆流しました。逆流したガスは引火して大爆発を起こしました。施設は炎上、沈没し、大量の原油が海に流出しました。流出は400万バレルに上り、同年7月15日にキャップが設置されるまで続きました。事故の後の調査により、企業の管理や操業の問題が次々に明らかになりました。施設には予算削減によって構造上の欠陥が多々あり、テストも適切になされていませんでした。多くのカゴと怠慢によって史上最悪の海洋原油流出事故は起こり、11人が命を失いました。タコマナローズ橋崩壊。ワシントン州の海峡タコマナローズに架かる初代タコマナローズ橋は、当時世界で3番目に長い吊り橋で、最新の理論で設計されました。しかし予算削減と合理性追求のため、橋は異常に軽く、また幅も余裕のないものでした。橋は建設中から風で上下に揺れ、強度に疑問を呈する声が上がっていました。1940年、開通からわずか4ヶ月後の11月7日、風速64キロで橋は崩壊しました。衝撃的な事故の様子はカメラに捉えられ、科学と工学の世界、とりわけ架橋設計の分野に大きな影響を与えました。事故の主な原因は、橋桁の厚さと振動の関係が理解されていなかったことと、剛性の不足だと言われています。セントフランシスダム決壊。1920年代、土地開発が進むロサンゼルスで、需要に対応すべく大規模なダムが建設されました。これがセントフランシスダムですが、水を入れる段階ですでにいくつかの亀裂が見つかり、その後も亀裂や漏れがたびたび発見されました。1928年3月12日の午前、ダムの設計者マルホランドが定期検査を行っている間に、また新たな亀裂の報告がありました。しかし緊急の対応は必要ないとして、マルホランドはロスに帰り、その数時間後ダムは決壊しました。4700万立方メートルの水がロスの北サンタクラリタバーレに流れ込み、建物10階分の高さの水の壁が時速29キロでサンタクララを襲い、
ベンチュラを飲み込んで海へ向かいました。サンタポーラの町は6メートルの泥と瓦礫の下に埋もれ、ベンチュラ軍の多くも最高で21メートルの泥の下敷きになり、432人が死亡しました。事故の原因として設計の欠陥が指摘されていますが、建設された場所もダムに不適切でした。ペインウーコ事故。ルイジアナ州のペインウーコは1980年、事故が起こるまで深さ3メートルほどの湖でした。事故当時、湖の底ではダイヤモンドクリスタルソルトカンパニーが岩塩採掘を行い、湖上の施設ではテキサコが原油採掘を行っていました。1980年11月20日、テキサコの作業員がドリルで誤って岩塩口に穴を開けました。突然出口を見つけた湖の水はその穴をめがけて流れ始めました。水はバスタブの栓を抜いた時のように渦を作って次第に勢いを増し、採掘用のプラットフォームや輸送船、65エーカーの湖を囲んでいた樹木をなぎ倒して飲み込みました。幸い犠牲者は一人も出ませんでしたが、事故で塩水が逆流し、ペインウーは塩の湖に変わりました。スペースシャトルチャレンジャー号爆発事故。1986年1月28日、アメリカのスペースシャトルチャレンジャーが発射されました。打ち上げの直後、右側の固体燃料補助ロケット、略して SRB から黒煙が出ているのが確認されました。数秒も経たずに SRB 付近から炎が上がり、機体に広がりました。発射から72秒後、シャトルはほとんど白い煙に包まれて見えなくなり、その1秒後、大きな爆発を起こして火の玉となりました。乗員7名は死亡しました。調査の結果、当時の気温が SRB の密閉用オーリングが適切に作用する温度を大幅に下回っていたことが分かりました。数人の技術者は夜間の低温が危険だと警告していました。オーリングによるガスの密閉が可能なのは摂氏12度まででしたが、当日は異常寒波で昼の発射時間にも 2.2 度しかなく、発射台には氷が張り付いていました。三分百貨店崩壊事故。1980年代中頃、韓国は経済発展に伴う建設ラッシュに沸きました。三分グループはソウルの中心地に4階建てのオフィスビルを建設予定でしたが、建設の途中で5階建てのデパートに変更しました。工事を行っていた建設会社は変更を拒否し、三分建設自ら工事を引き継ぎました。この時エスカレーターを設置するために多くの支柱をなくすなど、およそありえないずさんな計画で工事を急いだことが後の事故の主原因と見られています。1995年7月28日、5階の天井にひびが入り、床が傾いていることが従業員と客によって発見されました。29日の朝、天井の亀裂が大きくなっているのに気づいた従業員が上司に報告し、上層部の会議が行われましたが、営業は続行されました。午後には建築士が検査しましたが、緊急の問題ではないと過小報告をしました。夕方6時近く、建物は轟音を立てて一気に崩壊しました。多くの買い物客と従業員が瓦礫の下敷きになり、937人が負傷、死者は500人を超えました。チェルノブイリ原子力発電所事故。1986年4月26日未明、チェルノブイリ原子力発電所の4号炉である動作テストが行われました。これは特殊なストレステストで予定通り進みませんでしたが、科学者が実験を強行したと言われています。冷戦中、安全管理の意識が乏しい時代にはありがちなことでした。実際に作業を行ったのは不慣れな運転員たちで、実験を優先するがゆえに安全装置を解除するなど誤った操作を次々に行いました。
炉にはもともと設計上の欠陥がありましたが、特殊な運転が行われた結果、テスト開始からすぐに原子炉内の蒸気圧が上昇しました。緊急停止は間に合わず、数秒後に炉は爆発しました。炉の崩壊によって一瞬で大量の放射能が直径30キロの範囲に広がり、周辺諸国に拡散しました。爆発によって2名が死亡、勤務していた作業員や直後に駆けつけた消防員の多くが入院し、30人以上が亡くなりました。